今からね、試乗して行ってみたいと思います。よいしょ。安全運転のため、はい、シートベルト、はい、これピーピー鳴るやつかな。そうかな。やってなかったらバレるやつ。そうやな、お前ら今までのは慣れへんかったな。だから、ほんだら走っていきたいと思います。これいけてんのかな。あ、使われへん、これ。え、この線使われへん、うん、いや、あ、これか。あ、いけた、今なりました。これ、うん、接触で。あー、そんな感じです。ここでした、原因。ほんなら下から直接やったらよかったな。なんやろ、似合わんな、こういう車。ファミリーカー系。ほんま、あ、めちゃまめになんかこの辺張ってる。足上がった。ちょっとあれやな、若者向けやな。あ、そうなん。ちょっと年寄りには、うん、でも広いやん、お腹。あ、まあでもお腹らへんも、なんていうの、乗りやすいで。ほんまに乗りやすい、ね、空間が、ほら、圧迫感がない。うん、もっと低いかな思ったら低くないな。うん、重量税払って車が避けなんだっていうルールが分からん。今回はもうあれやな、うん、ぐるっともう一回で回って行きたいと思います。だから途中ね、はしょるかもせえへん、動画が飛ぶかもせえへんけど、まあ、あのちょっと風がすごい。髪の毛がバッサリ。今までオープンやったからな、うん、気になれへんかすぎ。でもオープンも、あ、まあ、今ロードスターしかないか、感じなんですか。どうなん、何の車もこういうミッションの車ってあるの。あるんちゃうかな。ボクシーでもあると思うけどな、分からん。車屋さんやけど、なんかそういう、いや、ほんまな、車屋さんやけど車に興味がないって。興味がないからな。だから持ったらええやん、興味。めっちゃ綺麗な禁煙車やったんかな。まあでもちょっと汚れは、うん、そりゃそうやわ、汚れな。うん、なんかあの子供おる感じやったで。あ、これどうな、ずーっとこれ、この分からへんな、ふわっとな、うん、夜晩にやったら分かるんかもしれへん、うん、こっちはここのさ、ここパカって開けたらライトつくようになったのは最近の車。一級、本日休館、火曜日休館や、基本あの月1回だけ、うん、でも営業は温泉じゃないから、うん、あ、コロナでもしてるの。そうそう、風呂屋っていう、その普通の風呂、うんうんうん、お風呂屋さんでね、うん、登録してるから。みんなでもどうなんやろ、コロナでいろいろやってない、どんな感じなんですか。やっぱ暇ですよね。やっぱり暇やな、うん、あのブレーキもちょっとね。ここはみんなよ、攻めとったとこや。何に。バイクでも車でも。ああ、で攻めるからやって一車線にしてガードレール作って、攻められへんよ、うん、まあ、若い子のところな、コーラの遊ぶところなくしていってるみたいな。なんかさっきもな、ラインしとって、改造車とかの、うん、なんか法律が厳しくなるのがあかんのか、そういうのをさせへんために、やっぱりいろんな経験をせなあかんから、うん、私あんまり厳しくしすぎるのはあかんのちゃうかなと思うんやけどな。なんでもな、ほんで、ルールは、うん、したことないとか要せえへんやつらが作るから、作るからあかん。だから昔悪かった人が法律作っ
ったら、うん、そういうちょっとぐらいやったらええやろっていう目つぶるところもあるやん。うんうんうん、これぐらい許そ、なんていうか遊びも必要やなと思うから、そうそう、あんまり厳しくするのもなって、なんか車離れもしてほしくないから、それなりに、うん、車乗ったら捕まるだけやもんな。だいたい税金で、いや、ほんまにな、今のあの税金好き、私ピリピリする。じゃあ税金で警察の給料出てるやん、うん、そいつらが注意せんと捕まえんねんから、隠れて。あ、おかしいやん。普通は国民のおかげで給料もらえてるわけやから、うん、批判されへん、私ら捕まれへん。大丈夫、普通は同じ意見な人もこれください。違反これください。違反する前に注意したんのが普通やん。U ターン禁止のとこ U ターンしてから、うー言うて、じゃあできたやな、何事故なければいいやん。そう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 、まあ事故を防ぐために捕まえてるんかもしれへんけど、その前に手前で分かってんねんったら注意しちゃったら。そやな、いや、そやな、それはそやな、お前らの給料税金やぞ。そやな、そうなんかもうさ、平日でこんなところに人なんて絶対おれへんのに、今休みやから。今休みやからな、うん、どうなんの、結構おるな、うん、全然自粛してないよ、ね、そうでも外やったらいいんちゃう、3密やった、うん、があかんのやろ。今日もさ、車庫証明行ったやんか。ここ昔あのトンネルズの、ああ、あれな、何やったか知らんけど、ネルトンって言ってたやつ、ネルトンのやつで、うん、お見合いパーティーやったかな、お願いしますって、ごめんなさいやつ、ここ今要撮影してる時に、うん、要見に来とったもん。何年前の話、何年前やろ、30年ぐらい前かな、キッズ生まれてへん。30年ぐらい前かな、生まれてへん。でもいつもより交通量が多なってる、うん、あんな今日あの銀行寄ってから来るって言ったやろ、うん、あれやで、もうちょっと混んどったで、曲がられへんぐらい、ほら車がよく、うん、増えてる、忙しくなってきたやな、うんうん、もうさ休日みたいだったもんな、うん、ほんまに。でもさ、この暇を味わったら忙しい方がいいなって私も、そらせ、うん、そういう経験をしたから忙しい方がいいなと思うけど、ちょっと忙しすぎるのもきついかな。あの玉は説明せんでいいから、もうええってしつこい、デザイン量がもう誰か言うて、もうしつこいですって言うて、玉の説明もうええから、玉の説明がまあ見たい人は、うん、直接来てください。じゃあ、 あの他の試運転の動画見てください。その動画を見てください。もうええわ。これさ、キャメラマンちょっと変えたら、私以外の人と来たら違う人、喋らんでもいい、喋れる人の方がいい、そら喋れる人、そやな、でもこんなに喋る人ちゃうけどね、私でも運送会社も暇そうやな、あ、なんていうの、もう全部これトラック止まってないで、そうやけどね、これは引っ越し行っちゃうの、こっちは、あ、ちゃうか、だからこの手前におる何台かだけ動いて、うん、まあ、このハンドルはあれやで、何、このレバーがあるからめっちゃ、うん、これなかったら手でもね、おっさんにはちょっとしんどいから、やっぱこうしたい、いや、先痩せよう。先痩せよう、これは痩せるよ、だってまだロードスターと2台あるんやで、指が伸びるか。あ、すごいわ、車ほんまに多いわな、うん、全然ちゃうやろ、うん、前トラックだから南高の方とかも言ってたけど、うん、多い多い、さ、今めっちゃ見られたわ、トラックのお兄ちゃんに、ほんま、うん、口開けて見とった。え、ここまっすぐ行って、うん、で、あの、さっきとね、ちょっとね、あの、やってたら映したいなって感じなんで、見に行きたいと思います。舗装工事したんだ、うん、仕事、そこ止めちゃう、わお、あ、ちゃうで、一車線ちゃう、一車線、うん、え、半袖はちょっときついな、あ、ちゃうかった、入れ墨ちゃう、ちゃうで、私も思ってじっと見たけど、ちゃうかった、シャツやった。ええやん、隅ぐらいもあかんやろ、うん、それも賛否やな、私はどっちでもいい派、
何やおっさん。あーあーあーあれが来るからや。野球の試合やりながらキューキュー言うてるもん。あ、そうか。あ、すごい人。お前なんかこんなおれへん、いつも自粛してない。うん、自粛してないところを今度映さなきゃ。ほらそらしてないやろ。マスクもしてないし、自粛もしてない。それ私らやそれ私らや。もう免疫抗体ができてもう映れへんかもからな、うん、やっぱりサーキットは。あ、何もしてないですね、残念ながら。あ、なんかな、うん、あれないんかな、ホームページで見たりとか。そうやな、イベントのやつじゃないな。車のさ、旧車のイベントとかも、あ、やってるよ、ここ、前島であるんですけど、うん、それが、ある時とかは車すごいしね。それじゃ、でけへん。光ってるから電気入ってるよ。さっきのキャラやん。キャラと反対向いとったでな。立ってるだけやな。おじい一つしかできへんじゃん。で、こっから今ユニバー。ユニバーの方にね、回っていきたいと思う。あれ、たまの説明せんで。もうええて。しつこ。ほんまに。ユニバーより派手やけどさ。いや、でも、もう、めっちゃ多い。多いな。多い多い。うん。さっきもね、ちらって見たけど、多かった。こんな、ガラガラやったもんな。先週はね。けど、やっぱりまだ少ない。だから、ロードスターとか、アルテッツァの動画見たら、うんな、うん、全然ちゃうな、これ。うんうんうん、分かるな。見てほしい。他にもね、やっぱディープスポット行こうや。ディープスポット、うん、やっぱ西成やろ、とりあえず。めっちゃガスかすぎんね、あれは。なんや、怖い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 。危ないやっちゃな、あれな。危ないやっちゃな。俺めちゃくちゃ安全運転してんだよ。いや、あ、ほんまに行こうや、西成。あれは数字取れる気がするから。ただ、あれやで、映すなとかやってめっちゃキレられるかもしれんけど、そこはもう社長、助けてや。私は知らんで。死んだな、うん。もうコロナでさ、松島とかも営業してなかったね。全部お店閉まっとった。そらそうやろな。そこはカットしとかな。子供用じゃない、子供向けですか、いい家みたいな。いや、はいやろ。だって別に映してないもん。言葉とかいけんの？いけるやろ。だって、あれは言ってないですよ。正式名称言ったら、いいの。あの黒い建物。あれ、あー、店舗山ね。ちょっと映るかな、わからへん
られへんぐらい乗りに行ったわ。一回もだと。うせやん。なんかな、公安局か、うん、で働いてる人がチケットくれて、うん、あの持ちやすくで乗れたから。え、金取んの？当たり前やん。あれ、え、700円やったか。海遊館行ったらただで乗れるんじゃない？なわけないやん。あれ海遊館駐車場代も取るからあそこ。せやん。ほんまや。割引とかもないで。いつも手前のあの公園のところのあの、ああ、え、八幡屋のところの、あのフェリー乗り場のと近所、あ、そっちに路中すんで、ああ、もう今無理やで、そんなほんまやし、あの休みの日、今はあのやってないから車少ないけど、休みの日とかあの港通り、うん、か、あそこえ、すっごい混んでんで、ほんま、うん、去年の夏とかもうイベントあって、え、今は閉まってんの？今閉まってる。天保山結構早めに閉まってた。うん、でもこっち来たら車少ない。うん、いやでもいつもよりはちょっと混んでるような気がするわ。ああ、この時期のいつもよりってことやな。うんうん、今で16分、でもだいぶカットはできる、できる、あの最初にカットするって言ってるから、うん、辻褄合わへんって。もう全然、うん、もう初めにあの今日はぐるっと、うん、最後にも言ったよね、うん、ぐるっと回ってみました。でもな、基本的にこの信号待ち前もカットしてん。ユニバのあの表写真はパンと、ああ、そやな、うん、電池も使う。え、それあのデジカメレトロ？デジカメレトロ。プレマシーのドアミラーいつする？ん？ドアミラー。あれ触ってないからスッてできるかわからん。でもあれと一緒やん。ドアの内張りの上の外せやろ。上に3本。で、ネジがついてるやろ。あ、ついてたやろ。あんな、じゃあね、そんなんしてな。口で説明されてもあんまり分かってないからな。ほんで、カプラは、うん、多分外されへんから。ああ。抜いて、うん、そこで外さなかった。だから一回外すふりしてね。これ外れてもどうしようってポコッと外して。ここカットカット。分かって。あ、でも車多いね、今日オークション。でも基本こっち側から多分入れんねんな。うん、あっちは少ないから見てなかったわ。会社とかも。いや、めちゃくちゃ多いわ車。めちゃくちゃではないよ。こうから、そう、でも普通やて。このさ、そう、何、緊急事態宣言何解除とか言うのニュースで。ほんなら会社もできるしとかいう感じ。いや、解除よりも抗体ができたら次に移れへんようになるっていうのが、うんうんうん、今日のニュースやっとったから、もう行けるかな。やっぱみんなさ、5月6日じゃ無理やろみたいな言ってたけど、死ぬ人だけはもう、まあ普通にインフルエンザでも肺炎でも死ぬっていうだけので、生きる人は抗体ができて、だから自然体やね。笑っちゃうかんけど、自然体や、笑っちゃうかんけど、普通やん、まあ、病気になったら死ぬやんか。まあ人間いつか死ぬって。そう私でもな、みんなにバカにされるけどな、うん、絶対な、死ねへん薬いつかできると思ってんね。それを自分が考えれるかって言われたら無理やで。だからもう生まれた時から体を動かせへんようにしとったら、いや無理やん、そんな。でもやっぱり動いたら消耗品やから、うん、やっぱり老化はしてくれ。うんうんうん、ほんまにやっぱりあのメンテナンス必要やんな。綺麗に可愛く降りたいやん。もうホテルとかも全部やってないな。やってないよな。写真撮る感じでね、走ってみました。一通りパーッとで、こんな感じです。ユニババックに撮ってみたいと思います。ちょっとでもなんか音楽流れてるし、再開する感じなんかな。また他の動画も見てください。今回はちょっとさーっとだけなんで。
端折ってます。チャンネル登録とこれお願いします。